こちらの大きな化石は何ですか？はい、これはですね、はい、魚竜という海生爬虫類の一種なんですけども、はい、その中でもステノピテリギウスという、はい、属名のあるものです。海を泳いでいた爬虫類ですので、はい、こうちょっとね、骨だけ見ると、骨格だけ見るとちょっとトカゲっぽいというかね、そういう風に見えるんじゃないかなと思います、はい。イルカやクジラとは違って、はい、後ろのね、ヒレというか後ろ足というか、ね、これですね、はい、残っていますね、はい。海を泳いでいたものですから、はい、こう陸上で体を支える必要がないので、はい、肋骨とかもね、非常にこうキャシャというかね、そういうところが水中だと体軽いっていうかね、そうですね、はい、浮力があるので、はい、こう体重を支えるというのはなくて済むわけですね、はい。お内臓を守るだけという形の、はい、あ、そうですね、役割としては、はい、なんかその華奢さがね、はっきり分かる、確かに言われると細いですね、はい、なるほど。一方で背骨は非常にこう頑丈で、しかもこう一つ一つがこう平べったいというか、ね、小さくなってますよね、はいはい。これはこう尾びれをですね、大きくこう横に力強く振っても、こう頭をですね、連動させて動かさなくても済むというか、こう体を組み出せるのに、力強く組み出せるのに適した、はいはいはい、形というか、頭振らなくても、はい、振れる、安定して、はい、そうですね。で、尾びれの先ちょっと曲がってますけれども、はい、ヒレがですね、ちゃんとこういうふうにあって、そうですね、なんかこう、はい、泳いでるっていう感じしますね、はい、そういうふうに、ね、考えられています。命の海科学館ですのでね、はい、恐竜などのこう陸上の爬虫類ではなくて、その恐竜時代ではあるんですけれども、海の中を泳いでいたこの海生爬虫類、魚竜とかカミノガ竜をですね、はい、中心にですね、はい、展示しております。なんか爬虫類などに海の関わりがあるというのはちょっと不思議ですね、はい、そうですね。もともと陸地を歩いていた生き物が、はいはい、生活の場を海に、ね、移して進化してきたというね、はい、非常に不思議だなと思いますね。